感じです。こんばんは、みーちゃんです。今日は牛肉とネギを使っていきたいと思います。まずバッター液作ります。小麦粉が 150cc で水を入れます。入れながら硬さを調整されてください。でこんな感じです。こんな感じになったら牛肉長かったら細かくカットしてください。ネギを全部ボウルに入れていきます。火をつけていきます。サラダ油を少々入れて、ある程度パリパリになったら、じゃーん、ポン酢を入れます。香ばしい、いい匂い、香ばしいな。そしたらお皿に盛り付けていきます。出来上がり。ありがとうございました。